ヤマネコの一味、生き残りを殺す気だ。 海賊を寝返るとはな。 焦るなよ。今落ちれば死ぬ。どれが幻で誠なのか、もはや見分けられまい。いつまで続く。<笑>
あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。煙が。あんた何してる。ああ、女を探しておる。赤い傘の杉だ。隣に夫婦が住んでた。男は三平、女は知らん。助かった。住んでおった。私に用があるって何？害するつもりはない。ジンと申す。ことづてがある。集落を襲った船はヤマネコという海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。次、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いが上手くなったじゃないか。俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。
ヤマネコの一味は慎重で、兵具も多い。船を止める。
時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう、ブーンを。あんたも。